ハンターズポイントアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅である。クイーンズクロングアイランドシティの49番街と21丁目の交差点に位置し、7系統が終日、7系統が21時30分までのラッシュ時に、混雑方向へ向かう列車が停車する。また、ハンターズポイントアベニューの正式名称である49番街の、名を取り、 49番街駅とも呼ばれる。駅に侵入する南行列車の車内から駅を見る。この駅は1916年2月15日の IRT フラッシングセンバーノン、ジャクソンアベニュー駅当駅間の延伸開業とともに開業した。その後1916年11月5日にクイーンズボロプラザ駅まで延伸されるまでの約9ヶ月間当駅は、 フラッシング線の北端駅であった。駅は1955年から1956年にかけてホーム有効長を11両に伸ばす工事を行った。また、マンハッタンクとブルックリンクを結ぶ14丁目トンネルの閉鎖中、2019年から2020年にかけて GK 等が当駅21丁目駅間をメトロカード利用者に限り無料で輸送する。この駅は、 フラッシング線内で34丁目、ハドソンヤード駅から続く、近く間では最も東側にある駅である。当駅から東へ向かうとすぐにトンネルを抜けて地上へ出て、終点のフラッシング、メインストリート駅手前まで続く。また、駅東側には、シーサスクロッシングが設置されている。駅は、線路2000と、 相対式ホーム2面を有した2面2線の地下駅でイタリア風の建築様式が取られている。ホーム壁面は白タイルが並べられているが上部には茶色の黄泉が入っているほか、ハンターズ・ポイント・アベニューと書かれた駅名標がある。また、ホーム上に等間隔で立っている白タイルの柱には HP と書かれた印がある。東海岸あたり駅の改札口は、 改札外北端にあり、改札外へは各ホームから2つの階段が接続している。改札口には、回転式改札機と体調専用の回転式改札機切符売り場がある。そこから地上へは、駅の西側49丁目の北側へ出る階段が一つと、駅の東側同じく49丁目の北側で、 ロングアイランド鉄道ハンターズポイントアベニュー駅近くへ出る階段が2つある。ありがとうございます。